一応ウルフィスで、今ちょっと仮に、フェイスドミングがつけます。で、さっきちょっとね、録画しなくてね、飛ばしたんですけど、まあ、ホバリング、ね、ちょっと安定感が良くないな。はい。じゃあ、安定感が悪いんですけど、一応撮ろうかなと。ちょっとテザリングが切れたな。はい、じゃあちょっと普通のカメラで撮ります。はい。で一応ね、ちょっとまあ、電池もね、まあ、さっきちょっと何分だっけな、数分飛ばした残り、あと残り1分か2分ぐらい飛ばせるかな。はい。じゃあ行きます。映るかね。機体がちっちゃいんでね。で風が今右からだな。右からか。6軸で行くか。久しぶりの。あ、やばい。後ろから風がちょっと強いぞ。あっ、だ。まあラフなんで、壊れてはないです。大丈夫です。大丈夫です。外野からちょっとね悲鳴が上がりました。あ、いや。モーターがなんか引っかかってるな、これ。ああ、ここまだちょっと当たるね。ここが当たるんだよな。うん。まだ手直しが必要なんだよね。はい。うん。マシンガンのような音がするね。ちょっとキャノピーがね、やっぱしね、ずれて、ちゃうとね、ここ当たるんだよな。若干ね、もうちょっとほんのちょっと切ればいいんだけど、今日ちょっとハサミ持ってきてないんだよね。あれが当たるとちょっと回転数的にもアウトでしょ。あ、そういうことね。6軸なんで風に押し負けされるんだ。安定は良くなるけど、その代わりちょっと傾き、機体が傾かないから。ほとんどちょっとフルピッチだな。はい。じゃんじゃんと。やっぱウルフはいいよね。あー、やべ、どんどんピッ、あー、落ちていった。はい、もうね、電池が、多分電圧が下がったんで、回転数が持たなくなった。もう何分だっけな、3分のうち42分ちょっとしか飛んでないですね。まあ、電池もね、古いんでね。うん。はい、こんな感じです。